こんにちは。カナダ在住の山田スです。北部国境も崩壊状態、逮捕者354%急増ということで話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、今回また南部国境不法移民問題に関する話題取り上げていきたいと思うんですけれども、ただ今回ですね、その普段だったら、あの、メキシコとアメリカの間で、ね、ある南部国境がとんでもないことになってるよっていうことをお伝えするんですけれども、それだけじゃないと。 カナダとアメリカの間にある北部国境に関しても、実はとんでもないことになってんだよってことが今話題になってきていますから、その辺も含めて皆さんに今回お届けしていきたいと思います。はい。ただまあその前に南部国境今どうなってんのっていうね、アップデートからいきたいと思うんですが、8月度の不法入国逮捕者数が公開されました。えっ、ー、と、9月の実績を待たずしてですね、2022年度200万人の大台突破っていうことでね、全然嬉しくない大台突破っていうことになったんですが、 一応ですね、えっと、前年比から比べると若干数は減ってますねと。まあ、でも十分高止まり状態で、特にもう今ここえっと、1、2、3、4、5、6ヶ月ね、半年連続で20万人の大台を突破し続けてるっていう状態ですね。 で、もうすでに215万人というとんでもない数が国境で逮捕されているわけなんですけれども、えっ、ー、と、まだ会計年度9月度のものが出てきてませんから、まあこれが更新された次235万人とかになるんでしょうかね。本当に前人未到の域に達しますね。はい。アメリカの会計年度っていうのは、えっ、ー、と、10月1日から翌年の9月30日までです。で、今の2022年度っていうのは、昨年の2021年10月1日から、 あとは、まあ、今日、アメリカ時間で言うと今日までですね、9月30日までっていうことなんですけれども、その9月がまだ出てきてないんですけれども、まあ、大台突破っていう状態ですね。で、えっ、ー、と、これ、あの、あくまでも南部国境の話なんですね。これ、アメリカ全土に拡大すると、もうすでに250万人近い、えー、前人未踏の新記録を打ち立ててるっていう状態なんですね。もう一度言いますが、えっ、ー、と、9月度の実績はまだ出てきていませんから、もう本当に信じられない状態になっているわけなんですね。 で、あとはこれプラス、その逮捕すらされずに素通りで、えー、アメリカ国内に侵入している連中も、少なく見積もってるんですよ。少なく見積もって90万人はいるっていうことなので、 まあそういうことも考えていくと、とんでもないことになっているということなんですね。はい。で、この中にあとはプラスで、その素通りの数であるとか、あとはアイス、移民関税執行局っていう、そのアメリカ国内に侵入した連中たちをしょっぴいてる連中のやつの数字を足し合わせたりとか、あと州で独自に動いているところもあるんですね。特にあの、えっ、ー、と、テキサス州に関してはね、オペレーションローンスターっていうね、あの、独自の動きをしていて、かなりの数、逮捕者を出しています。っていうのとかも足し合わせていくと、もっと数は増えるんですけれども、 ひとまず、まあ、その細かい話は抜きにしても、えっと、バイデン政権が誕生して以来、総合計で約510万人の、まあ、言うなら侵略行為を、今、アメリカは受けているわけなんですね。 で、この510万人って、えっ、ー、と、一つ今例として出されてるのは、アイルランドの総人口がそんなもんらしいんですよ。っていうことで、えー、アイルランド国民が一人残らずアメリカに今18ヶ月かけて、えー、侵入してきているというような状態なので、まあ、いかにとんでもない規模になってるかっていうのはわかるかなというふうに思います。はい。っていうような状態がもう9月の結果を待たずして出てきてるっていうことなんですけれども、 あの、何度か言ってますけれども、この不法移民問題って、もちろんこの中には、その本当に祖国での生活が苦しくて、どうしようもなくて、アメリカに助けを求めに来てるんですっていう人ももちろんいるんですよね。 で、その人たちを助けてあげるべきだよねっていう意見も分からんでもないんですけれども、ただやっぱり問題点としては、その全員が全員安全な人物じゃないんですよね。この中にはもちろん危険人物も多く紛れ込んでいるわけなんですが、特にバイデン政権になってからもうなんか危険人物のその濃度が濃くなったといいますか、増えているわけなんですよね。まずはもうぶっちぎりでおかしな話なのがテロリスト監視対象者。これがこの2022年度だけで78人逮捕されています。 これ前、えっと、例年だったら、その、一桁の数なんですね。まあ、なんでもう、この時点で12、3倍ぐらいに爆発的に増えていまして、で、さらに言うと、その、素通りで入国してるのが90万人は少なくともいるわけですから、まあ、その中にいないとは限りませんよね。ってことを考えると、二桁で住んでるのかって言われたら、ちょっと怪しいよね、というような状態なんですね。はい。で、あと、他にもですね、その、1万1000人の前科持ち、 が、えっ、ー、と、入ってきてるっていうことで、これ、あと国境警備局が、その具体的にじゃあどのような犯罪歴がある人物なのかっていうところが載ってるんですけれども、えっ、ー、と、この中でも特に注目したいのが、えっ、ー、と、まずこの赤線引いたところ、これ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、2021年の2022年のが、ま、ざっくりバイデン政権ですね。で、ここ2017年から2020年までがトランプ政権かで、2016年までが、あの、オバマ政権かですね。はい。 で、分けてみたときに、特に気になるのが今赤線で引いたところですね。はい。ま、あの、いわゆる人の命を奪う事件ですよね。それをやってるやつがバイデン政権になってありえない量増えてるんですよね。今まで一桁だったのが、バイデン政権になってからありえない量に膨れ上がってると。そのトランプ政権と比べてもまだ20倍ぐらいになってるわけなんですよね。はい。っていうようなことが気になったりとか、あと薬物関連に関しても明らかに増えていますし、あと性犯罪者。 に関しても明らかに増えてるんですよね。はい。っていうようなことで、いわゆるそういう人の命を奪うような事件であるとか、薬物関連であるとか、変態が急増してるっていうことで、その、シンプルに治安の悪化にも繋がってくるようなものにも直結しているわけなんですよね。 っていうのがデータからもわかるというようなことで、まあ、この辺に関してもね、本当に僕対応しないといけないんじゃないのかなっていうふうに思いますし、あとこの中には載ってませんが、836人の指名手配を受けている人物も、えー、侵入してきてるんですね。これアメリカ国内での指名手配もあるし、あとは祖国で指名手配を受けている人物もいるんですけれども、まあ、とにかくそういう危険人物がいっぱい来ているという状態ですね。はい。で、あとそれプラス697人のギャングメンバーも逮捕されていると。ちょっとあのカルテルのメンバーがどれぐらい逮捕されてるのかが 分かんなかったのでそれは抜いてますけれども、これプラス多分同じぐらいの数だと思いますから、はい、まあ、単純にそういういわゆるなていうでしょう、えー、反社会勢力と言いますか、えー、危険な団体ですよね、それの逮捕者数も,も倍ぐらいにいるのかなっていうふうに思っといてください。 っていうようなことで、もうパッと見ただけでも、本当にね、あの、この、南部国境の問題を取り仕切ってるのって、カマラ・ハリスっていうね、あの、例の副大統領様ですけれども、まあ、彼女がおっしゃる通り、本当に安全な国境になってますよね。ちょっとテロリストもね、例年の12、3倍ぐらいに増えちゃったかなっていうぐらいですし、そういう人の命を殺めるような危険な人物もね、ちょっと例年のまあ、20倍ぐらいが2年連続で続いてるぐらいかな程度の話ですからね。はい。もう、めちゃくちゃ安全ですなっていう話なんですけれども、はい。まその、ちょっとそういうあの、嫌味は横に置いといて、とりあえず、 本当にとんでもないことになってるわけなんですよね。はい。まあ、ということもあるので、えっ、ー、と、今回の中間選挙の一つの焦点としては、この南部国境の、えー、いわゆるその不法移民問題ですよね。これもそのテーマの一つになっています。はい。 で、えっ、ー、と、この中に今、すごくでかくなってきてるのが、こういう不法入国を助けるビジネスがかなり繁盛しているんですね。で、えっ、ー、と、数日前に僕は追ったまげたニュースがですね、このニュースなんですが、このヘルナンデスさんっていう方が逮捕されました。えー、アリゾナ州の人なんですけれども、不法入国手引きしたっていうことで一人の女性が逮捕されて、で、あの、他の人もなんかね、複数名逮捕されているようなんですが、この人、えー、過去6ヶ月間、 で、毎月80人から100人を、まあそういう手引きをしたっていうことなんですね。 で、えっ、ー、と、まあ、大体80人から100人ぐらいをやっていて、じゃあ1人頭、これあの、言うのはそのボランティアじゃありませんから、ビジネスでやってるわけなんですね。どれぐらい金取ってたかって言ったら、1人につき、いいですか、1人につきですよ。1グループじゃないですよ。1人につき、最大で150万円ぐらいの料金取ってるってことなんですね。はい。まあ、なんで安くても100万円ぐらいは取ってるらしいんですけれども、はい。えっ、ー、と、これ従来だったら5万円とかだったんですよ。それがもう20倍、30倍にまで、膨れ上がってるわけなんですけれども、 ま、こんなもんやってたわけなんですね。で、これを半年続けていたわけなので、警察の発表によると、このヘルナンデスさんまだ24歳ですよ。24歳の若さで7.2億円の利益を得た疑いがあるっていうことで、ま、逮捕されて、えー、これから裁判にかけられるっていうことなんですね。 で、これが、いわゆるその、なんかフリーランスみたいな感じで、その単独でやっているのか、それともそういう犯罪組織とかの、えっと、末端としてやってるのか、ここまでは発表されてないんですけれども、えっと、まあ、でも少なくとも一人だけで、こんな木の金額を売り上げてるというとんでもない話になってるんですね。はい。っていうことからもわかる通り、今その、かなり市場規模が拡大していまして、国土安全保障省の発表によると、2018年の推計値はだいたい500億円規模だったそうなんですね。 ところが、バイデン政権が誕生してからは、もう1.3兆円規模。何二十何倍六倍ぐらいですかはい、二十六倍ぐらいにまで膨れ上がってるっていうことなんですね。これたった4年間でね。はい。で、これ結局何に使われるかって言ったら、その中南米とかの犯罪集団の資金源になったりとか、あとはまあアメリカ国内の犯罪集団の資金源になったりとかしますから、もうシンプルにその治安の悪化につながっていくわけなんですよね。なんでこの不法入国っていうのを許せば許すほど、その、 そもそもの不法入国をする人たちでは祖国が大変なわけなんですけれども、その祖国の治安を悪化させる要因にさらに白車をかけることになるわけなんですよね。っていう負のスパイラルに今陥っているわけなんですけれども、まあ、数字見ていただいてわかる通り、まあそんな感じにあとんでもないことになっているということなんですね。はい。というようなことも今話題になってるんですが、はい。で、ここでわかる通り、その料金がかなり上がってきてるんですよね。 っていうこともあって、今北部国境も崩壊状態になりつつあるっていうことで、えっ、ー、と、デイリーコーラーの記事によると、国境警備局の中のインタビューに落ちた人が、もう今悪いドミノ現象が起きてるってことなんですね。はい。まあ、要は順番にどん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 その国境が倒れ始めてるっていうことなんですけれども、まず南部国境がダメになって、で、その余波が今北部にも来てるってことなんですね。 これどういうことかって言ったら、まず南部国境がもう対応しきれていませんから、北部に配置されていた国境警備隊であるとか、あと沿岸警備隊が南部国境に招集されているっていうことなんですね。言い換えると今北部であるとか沿岸部っていうのは手薄になってるんですよ。っていうところもあって、そこに今どんどん来てて、来ていて、そのカナダ側からの不法入国っていうのが増えてるっていうことなんですね。で、カナダとアメリカって世界最長の国境線を持ってるっていうふうに言われていまして、そこに 配置されていた国境警備って2020年の時点のデータだと2019人だったんですね。で、一方でこの時南部に配置されたのが1万7000人規模だったわけなんですけれども、もうこの時点でもまあ十分少ない状態だったんですが、ここからさらに減らされているっていうことなんですね。で、実数としてこんな感じになってましてもわかりますもう、これね、このオレンジ色が今年の今実数なんですけれども、今、特にここ最近も爆発的に増えてるんですよね。 で、えっ、ー、と、この原因は何かって言ったら、まずはその南部国境から侵入しようとすると、とにかく高くつくんですね。 で、そういういわゆる不法入国ビジネスのインフレみたいなのがあって、で、さらに北部の警備も今薄くなってるっていうこともあるので、そのカナダを経由する方法っていうのは激増していて、今こんなことになってるっていうことなんですけれども、はい。えっ、ー、と、具体的にはですね、その飛行機代とかも込みで、だいたい20万から60万円ぐらいで済むっていうことなんですね。はい。ただ一方で南部から来ようとすると、これの倍以上かかったりとか、20万円から比べるともう何倍、6倍以上かかるわけなんですね。はい。っていうようなこともあって、えー、カナダ経由の人が増えてきてるっていうことなんですね。はい。 っていう、もう、北からも、南からも、もうどんどん侵略行為を受けているのが今アメリカの状態なわけなんですけれども、はい。えっ、ー、と、もとはですね、2012年から2017年の間って、毎年800人規模だったんですね。はい。っていう、もうかなり少ない感じだったんですが、そう考えると、トランプ政権下でも、もうその子から考えると、これ何倍 ?40 倍ぐらいに膨れ上がってるんですね。で、その40倍ぐらいに膨れ上がったところ、 から、さらに今、3倍、4倍近い状態になっているわけなんですよ。本当に信じられない状態になっているのは皆さんよくわかるかなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、とりあえず、こんな感じで、その南部国境ってめちゃくちゃ今注目を集めてるんですけれども、実はそうじゃない。北部国境に関してもひどいことになってきていて、えっ、ー、と、まあ、これに関してはね、カナダ側がいろいろ対応するかもしれませんから、えー、ま、トルドはやらねえよ、多分な。多分やらないですわ。はい。まあ、多分あんまりやらないと思いますから、あの、状況は悪化の一途しかないかなというふうに思います。はい。 っていうようなことで、えー、実は北部からもひどいことになってますよっていうお話でした。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後なんですが、まあ、昨日の動画は皆さん見てない人、ぜひとも見てください。あの、いあのね、動画の内容はどうでもいいです。あの、最後の10秒間だけでいいので見てください。はい、こちらのタヌキくんがですね、あの、ナイスな出演の仕方をしています。はい。で、そんなタヌキくんでお別れをしたいと思うんですが、まずこれ以前にお見せしたハコタヌキくんですね。めっちゃ可愛いじゃないですか。で、タヌキくんって、あの、この可愛さの原因って何かって言ったら、この、まあ、目もそうなんですけれども、ほほげにあるんですよね。 で、これをですね、シュッとすると、ほら、細狸になります。ね。えー、なんか、シュッとしてますよね。はい。で、これをですね、シャキーンってするとですね、レモンになるんですね。はい。っていうレモン狸くん。と <laughs> いうことで、なんかこれね、画像をね、あのー、変な風にいじくったように見えるかもしれません。これ生狸でございます。はい。っていう、えー、三狸でお別れをしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。